こんにちは、矢島です。今回の動画では住宅購入のタイミングについて考えていきたいと思います。まずですね、住宅が欲しいと思ったきっかけって、お客さんによって本当に様々です。で、当社のお客さんの例でいくとですね、友人が購入したとか、あとは子供が増えて今の家では手狭になったとか、あとは子供が大きくなったので個室を与えたいとか、あとは自己資金がある程度貯まったとか、転職する予定があるなどですね。最後の、転職する予定があるというところなんですけども、やっぱり転職してすぐっていうのは住宅ローンの借り入れができなくなることがあります。なので、転職をする前にですね、家を買おうという方も、そんなに多くはないですけど、いらっしゃいます。と、ですね、住宅が欲しいと思ったきっかけはですね、人それぞれあるわけなんですけども、では、住宅を買うベストのタイミングはいつでしょうか。私が個人的に考えるところではありますけども、住宅購入に関してはですね、欲しいと思った時に買うのが一番です。というのはですね、住宅は高額ですけども、お買い物であることに間違いはありません。お買い物であればですね、やっぱり欲しいと思った時が一番のタイミングになります。で、洋服などと違って衝動的に買うことはできませんけども、欲しいと思った時に欲しいと思ったものを買うのが一番後悔しない選択ではないかなと私は考えております。もちろんですね、月々の返済額など資金計画をしっかり行った上でという前提ではありますけども、先ほど、欲しいと思った時に買うのが一番だよというお話をさせてもらいましたけども、それ以外で考えればですね、住宅購入というのは早ければ早い方が有利になります。というのは、住宅ローンの期間というのは関西人の年齢が関係しております。で、ほとんどの金融機関はですね、75歳での完済となります。で、最長の住宅ローン35年になりますけども、35年のローンを組むには40歳がリミットになります。返済期間が短くなれば、同じ借り入れでも月々の返済額が高くなります。で、月々の返済額が高くなれば、物件のグレードを落とす必要も出てきます。またですね、毎月払っている家賃も住宅ローンの返済に変わるので、住宅購入というのはですね、やはり早ければ早い方がお得になるかなと思っております。早ければ早い方がいいとは言いながらもですね、やっぱり資金計画であるとか、あとはあなた自身の理想の住宅がどんな住宅かとか、そういったいろいろな準備を行った上で早く買うというのが一番いいと思います。資金計画であったり、地域の相場であったりとかですね、そういったことは、不動産業者さんにお話をしていただければですね、大体こんな感じですよというふうに説明はしてくれると思います。自分で調べることもとても大切ですけども、やはり第三者の意見というかですね、一応不動産屋さんは不動産のプロになりますので、そういった方の意見を聞きながらですね、どういうふうに進めていくかというのを、相談していけばいいかなと思います。本日の動画は以上となります。どうもありがとうございました。